秋が終われば冬が来る。本当に早いわ。夏休みには二人してサイパンへ行ったわ。日焼けした肌まだ黒い。楽しい思い出。来年もまたサイパンへ泳ぎに行きたいわ。あなたは優しい人ね。私を抱き寄せてずっとこのまま酔うとキスをした。私がおばさんになっても泳ぎに連れてくの。派手な水着はとても無理よ。若い子には負けるわ。私がおばさんになっても本当に変わらない。とても心配だわ。あなたが若い子が好きだから。そんな話は馬鹿げてる。あなたは言うけど、女盛りは熟だとあなたが言ったのよ。だけど何食わぬ顔で私を見つめて、あれは冗談だったとキスをした。私がおばさんになっても、ディスコに連れてくの。ミニスカートはとても無理よ。若い子には負けるわ。私がおばさんになってもドライブしてくれる。オープンカーの屋根外してかっこよく走ってよ。私がおばさんになったらあなたはおじさんよ。かっこいいことばかり言ってもお腹が出てくるのよ。私がおばさんになっても本当に変わらない。とても心配だわ。あなたが若い子が好きだから。はい、こんばんは。今夜はね、森高千里ちゃんの私がおばさんになっても歌いました。2020年。2月の9日、日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものように先だ。生存確認の一環として、こんな風に動画をアップしてまって、昨日、今日で休みなんでね、また最初の連続から洗濯行ってきた。今回はね、学校橋河原、ね、東上線の嵐山の時川の河原ね、行ってきた。ブリカって、こんな感じです。で、今日歌った私がおばさんになってもね、これね、ほんと、ライブでも言ったけどさ、この人のこの歌の動画見るとさ、決まってさ、全然おばさんになんないとか書き込むわけではさ、僕はそうは思わねえぞ、森田が来たと。十分おばさんだと思うぞ、あれ。ただ若く作りして若く可愛く見えるだけだと思うんだ、あれ。所作、ほんと普通の何気ない所作に、とか動作にさ、おばさんは感じるもんね。絶対そういう人いると思うけど書かないんだろうね、そういう人ね、コメント。みんなさ、ね、なんか笑っちゃうな、ああいうコメント見るたびにね、最近のここの数年で歌ってるこの、ね、全然おばさんじゃないとかってコメント随分うまくてさ、あれはどうかと思うぞ僕。十分おばさんだよ。若く見せてるだけに僕も言う。所作とか、ほんと動作でさ、雰囲気おばさんだよ、もう。うん。ただ可愛いだけでしょ。で僕はさ、まあ、今日もね、うん、じゃあ YouTube ライブやりましょうね。また明日からお仕事頑張りましょう。森高さん、十分おばさんだと思うぞ、あれ。十分おばさんだ、あんなの。若作りって可愛く見えるだけ。ほんと、所作や動作にさ、十分おばさまの雰囲気感じられますよ。うん。別に、属別嫌いでも好きでもないよ。まあ、逆に好きなぐらいだけどさ、この女の子はね。うん。別に十分は、いつまでも若いと思う。まあ、十分おばさんだと思います。じゃあ、YouTube ライブやりましょう。生存確認。2020年。2月。早いもんで、2月も。9日、日曜日。悲しみに出会うたび、あの人を思い出す。こんな時そばにいて、肩を
抱いてほしいと、慰めも涙もいらないさ、ぬくもりが欲しいだけ。人は皆一人では生きてゆけないものだから、虚しさに悩むしは、あの人を誘いたい、一言も語らずに同じ歌歌おうと、何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる。人は皆一人では生きてゆけないものだから、何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる。人は皆一人では生きてゆけないものだから、生きてゆけないものだから。はい、こんばんは。今夜はね、ふれあいを歌いました。2020年2月の9日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようさぎだ生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。あ、ルナオさんどうもね、性格さんどうもね、クロクロさんどうもね、キャロルさんどうも。はい、こんばんはね。さて、無事帰ってきた今日、昨日ちょうどシャンプーからね、うん、で洗い物して今こんな感じで、今日のお夜食行こうかな。今日のお夜食、あ、今日はあれ渋くってたの、今日は神崎行きましょうか。おなきに寒いね、ほんとね、ほんとやっと冬らしくなった感じだね、うん、昨日あたりから、昨日おとといあたりからね、つけてきましょう。あつかん、どうもこんばんは。あきこさんどうもね、無事帰ってきました。これ火曜日休みだった、墓参りに行こうと思います、うん、私9時だよね、月曜仕事行ってね、今度火曜墓参り行ってくよ、休みだったね。あ、じゃああつかんできるまでまず行こうか。扱いできるまで。もう一曲行こうか。今夜この歌、2曲目はこの歌行きましょう。今夜2曲目。我が人生に悔いなし。鏡に映る我が顔に、グラスをあげて乾杯を、たった一つの星を頼りに、はるばる遠くへ来たもんだ。長かろうと短かろうと、我が人生に悔いはない。このように歌があればこそ、こらえた涙幾たびか、親にもらった体一つで戦い続けた気持ちをさ、右だろうと左だろうと、我が人生に悔いはない。桜の花の下で見る夢にも似てる人生さ、順で行こうぜ、生きてる行こうぜ。自分で行こうぜ、愛で行こうぜ、生きてる限りは青春だ。夢だろうと、うつつだろうと、我が人生に悔いはない。我が人生に
悔いはない。はい、我が人生悔いなしを歌いました。どうも、パチリコすべてのそうですか。どうもね、赤水さん、どうもね、クロクロさん、どうもね、何、あしこさん、なんでしょう、どうもね。じゃあさて、そうね、もう扱いかな、扱いも、肉団子、今日肉団子の鶏肉団子と豆腐の鍋です。今日は鶏肉団子豆腐の鍋。こんなで、あつか持ってこようか。鶏肉団子鍋、豆腐と春菊ね、豆腐と春菊、木綿豆腐ね、と肉団子と寒酒。じゃあこんな感じでいきましょう。おいいね。はい、乾杯。で、じゃあ2本目、2本目つけてきます。つけてきます。どうもね。じゃあこんな感じよ。うまそうじゃない。春菊です。肉団子と豆腐、崩れちゃうかな。ちょっとちっちゃい、大きめに切ったからな。まあいいや、豆腐も崩れちゃった。まあいいや、スプーン持ってくるね、スプーンで。こんな感じで。で、今日はね、ポン酢はちょっと高めのポン酢。キッコーマンの絞りたて生ポン酢。これがやばい。初めて買ってみたの。あ、チョコレートディスコだね。なるほど。じゃあ今日はこんな感じでいただきます。あ、いいでしょ。はい、どうも。あ、いい香り。はい、でいただいてもしょうがないね。どうも。なんだろうな、きっとね。玉井さんといえば何かあったね。飛び込みでね、優勝したね。今日夜の一杯よ、熱かんで。じゃあ鶏肉団子と豆腐と春菊のお鍋で。
なんま、山口さんとかあの人かすごい体型の人だよならね、うん、最近は本当アウトドアばっか見てる。あんま他の人は本当見ないのよ、ね、あんま見なくなっちゃった。アウトドア系出身で、あれ見たなんだっけ、あのまた来たあれすごいな、僕のこの人ね集めてんだね、ちょっとね、ありがとうBGM でちょうどいいじゃん。ありがとうね。誰かわかんないけど。自分の歌声 BGM で。ほんと BGM って感じだ。手が汚いね。うん、でもいつもより手だよね、うんうん。あ、ジョーさんどうも。今日はね、豆腐と春菊と肉団子のお鍋。鶏肉団子。そうだろうね、うん、初めて買ってみたよ。生牛ボリポーズ意外とうまいね。高いけどね、少しね。結構もおなじみの容器ね、ペコペコ容器で、ね、今日はこんなもんで、豆腐はあれ2丁に分かれたやつ、この1貫分ね、あれストアの方で買ってきて早かったからね。京成ストア10時閉店だからな、普段行けねえんだよ、そこな。高いな、京成ストアはね。ワイズマーズの猫の感は安い。で、これ、キッコーマン絞りたてポン酢。はい、乾杯。やばい、なんでもね。ブラしてないからね、低く目立っちゃうんだよね、うん、肉だ、これ市販のやつね、あれ京成ストアで 40% 引きで280円ぐらいあるんで、よく入って1パックぐらい、あれ 40% 引きのシール貼ってあったやつね、うん、なんかそんなこともあって今日はこれにした、うん、星野さんはこのタイプの醤油だよね、星野さん意外とね。午前時なんか飲む癖して、醤油はさ、このタイプ使ってんだよな、星野さんは。すごいなと思ったね。電話じゃない、関係ないよ。電話しなきゃないよ、死んでんだから。揚げ物やろうね、今度の天高くね、揚げ物やろう、揚げ物今日持ってったあれ、昨日やれノーピークのパーソナルクッカーで揚げ物やろうね、今度ね、うん、揚げ物より、あ、紙皿でいいかもしれない、ちょうどね、紙だからさ、油も吸っていい、うん、紙皿買ってこれではないよ、これ生ポン酢よ、生ポン酢、あの、同じ色の容器よ、あのゴムっぽい食感の容器、うん、かかってこないですね、うん、電話消しとかできない、そんなこと、うん、あれ、勝手にやってんね、
でも、すごいありがたいね、いたずら電話来てもさ、僕の歌声をさ、とどめてんだもんね、こうやってるってことはね、ちょっと嬉しいね。多分ダウンロードしてんだろうな、いろいろソフト使って、ちょっと嬉しい。ありがとうね、ほんとね。そんな気持ちでいっぱい。嫌いながらもきっとそうだよね、僕の歌声をね、ダウンロードしてんだ、きっと。自分のとこにね。そうやできないもんな、やって。面白いあの人ね。あの人。家での基本的に家での飲み動画はさ、家での動画は顔出しはないね。アウトドアで顔出してんの、あの人はね。アウトドアで。僕は生のヨッチャ見たことあるんで、声かけなかったけどね。たまたま、奥多摩の帰りに駅で電車乗ったらさ、いたんだよ、あれ。あれすごい感動もんだった。もう声かけられなかったけどさ。あれ嬉しかったな、あれ。すごい偶然だよね、僕は。奥多摩小屋から下山してさ、たまたま、ね、バス乗って、鎌倉かな。で、電車乗ったらさ、本田さんがあの釣りスタイルでいたんだよ、あれ。あれ嬉しかったよ、ほんと。すごい偶然だ。本田さんいつも通りあの、奥多摩周辺、駅周辺でさ、釣り合いだろうね、あれね、あれ帰り。すごい偶然。僕、鴨沢からバスだからさ、すごい偶然だ、あの時も。あ、こんばんは、アランさん、どうもね、今日肉団子鍋です。豆腐と肉団子。すごいね、やっぱギターも弾くからさ、やえはさ、釣り道具もかなりいますよ。僕の アウトドア道具なんか一緒じゃないや、あれ。ほいのさん、釣りもやってさ、ギターもやって、なんかちょっとテント泊だから、その道具も入れると、かなりだったね。こういうなと思う。あれ、でもすごい、でもちょっと嬉しいよね、アンキでもさ。もう勝彦さんの歌声をさ、ああやって撮ってんだよ、考えたら。ちょっと嬉しいなと思う。そうだね、絶対ね。だこうやってさ、いたずら電話用にさ、あれ、ダウンロードしてると思うよ、自分のところにさ、あれ、ちょっと嬉しいな、その行為を思うと。弾けないです、ほとんど。だって中学からやってないから。今度はどんな歌かな？ちょっともう2本目持ってくんで。ああ、もういろんなの。ああ、ガッチャマンかな。もう昔歌ってたな。ああ、2号目。ほんと BGM にちょうどいい。乾杯。ほんと BGM。こういう電話いいよね、BGM。自分の歌声を聞きながらなかなかいいよね。肉団子。昔カラオケボックスやってた頃だね、これね。かなり古いユーザーだよね、カラオケボックスから見てるのでな。嫌いじゃない、仮面ライダー、別に。あ、お疲れ様ね。今食べてくれないよ。今夜ね。
鶏肉団子と豆腐と春菊のお鍋で、もうないけどね、最後の肉団子。大丈夫よ、どうもね、読めます、読めますよ、動画見てない僕はね、電話です、これ。電話ね、電話で流してるんだけどね、こうやって配信しかしてないからね。豚タンね、焼いて食ったんだよね、あれね、焚き火台でね。学校場所はさ、あそこ、テント泊の場所はさ、高台だから大丈夫だったんだよね。巾着田も行ってみたいんだけどね、あそこなんかすごいね、あれで。あそこすごいね、去年の台風でさ、結構流れ変わっちゃったみたいでね、無理っぽいんだ、今ね。新曲だ、しょうがないね、あそこ。新曲だね。あで、北白沢運動場どうかな、あそこ。あ、去年の台風はすごいのね、思うね。ずいぶん変わっちゃったもんならね。あ、この間、2週間前は反応、あ、3週間前かな、反応がある言ったけどさ。あれ。ほとんど橋のところがさ、流れてたもんならね、あれ、無理だし。道路とつながってさ、アスファルトでさ、ずっとなってたんだけど、あれもなくて、土管がむき出しだったもんな。まあ、土管の上渡れっけどさ、あれね。ちょっと夜は危ないもんな、あれ。あれが流れちゃうんだもんな、あの台風はすごかったところだ、去年の。反応があるわね、あれ。ね、手前側で、ね、あれ。土管の上にさ、道路上と同じようにアスファルトあったでしょ。あれなくなったもんな、この間行ったら。電話、いたずら電話ね、いわゆるね。酔ってない、大丈夫、出せ。汁飲んでおしまい。さて、向上心配、昼飲んでしまえ。ああ、どうもね。面白くない？僕面白いけど、僕自分の歌が生きてていいよ。そうね、誰かだろうね、きっとね。それはそうだ、だって。見てる人じゃなくて、こんな動画探せねえもんな。それは見てる人でしょ。どうも。こんなもんでいいね、ほんで。サラダ電話なんか適当に流せばいいんですよ、別に。今日もね、ありがとうね。じゃあ今日はこの辺でね、また明日。ありがとうね、おやすみなさい。
みんなね、キリンさんもシャルルさんもね、CT さんもね、正確さんもね、セイグさんもね、ギキシクさんも、イリアムさんもね、ありがとうね、皆さん、どうもね、皆さん。スーパードライさん、ありがとうね、皆さん、ブタキルさんもね、皆さん、どうもね。タラちゃん、みんな、どうも、今夜はこの辺でおやすみなさい。切れてないよ、僕。切れてませんよ。また明日からお仕事頑張りましょう。終わりました。さて、じゃあ今日はこの辺で、またね、いい感じで、どうもね、おやすみなさい。